何をお包みしましょう。あれ、牧野つくしじゃん。げっ、西門さん。お前、団子屋でアルバイトしてるの？仕方ないんです。道明寺に叩き返さなきゃ気が済まない借金があるんです。ああ、あんた司の家でエステしてもらったんだって。美まさかさん、あれはしてもらったんじゃなくて無理やりと言うんです。それで司の家にいたんだ。花沢さん、和菓子って可愛いね。このピンクの一つちょうだい。お前ここで買ってどうするんだよ。いいんだよ、可愛いからちょうだい。はい。いや、そのハートのお目目は何かな。別に。ルイに惚れたか、勤労少女。そんなつもりは。気の毒だが、ルイはちょっと難しいんじゃないか。そうそう、ルイの初恋の人が帰ってきちゃったからね。初恋の人、さすがの俺たちも手が出ないんだけどね。あの道の向こうに貼ってあるでっかいポスターの君。ポスターって、あれ、今世紀最高のスーパー美人モデルって言われてる東堂静香。そう、俺たちの幼馴染。しかし静香がよくもこんなところで待ち合わせ OK したな。あの東堂財閥の超お嬢さんが。東堂財閥。静香のポスターが見えるところがいいって言ったんだ。静香はルイに甘いからな。あのポスターが俺の知ってる中で一番でかいし一番綺麗に撮れてるから。相変わらずね、ルイ。静香、でもあなたのそういうところ大好きよ、ルイ。私のルイ。あ、私のルイ。会いたかった。なんて素敵な男の子になっちゃったの。ずっと男っぽくなって。東堂静香、なんて綺麗。まるで人形みたい。ルイ、よく顔を見せて。静香、ずっと会いたかった。もうどこにも行くな。嘘。別に何か期待してたわけじゃないけど、やっぱ目の前で堂々と抱き合ったりされるとなんかショックというか、結構ドスンときちゃったみたい。花沢るいか。そりゃ気まぐれで助けてもらって、ちょっぴり優しいところも見ちゃって。誤解しないでよね、俺こういうの嫌いなだけなんだ。誤解したわけじゃない、好きになったわけじゃない。だってやっぱり私とじゃ釣り合わなさすぎる。だからあなたの笑顔が見たかっただけで、普通の友達みたいに話がしたかっただけで。ちょっと牧野さん、いいかしら。お話がしたいの。ダメって言っても素直に聞かないでしょうね。 OK。 ただし二人いっぺんに喋らないでよね。私お釈迦様じゃないんだから。口答えなさる気ね。こんな子のどこがよろしいのかしら。 F4 の皆さんは。それにあなた道明寺さんばかりでなく花沢さんにも色目を使ってるんですって。少しズーズーしすぎない。私が連中と関わるのが気に入らないならあなた方も真正面からぶつかればいいじゃない。気丈なのも結構だけど、花沢さんは私たちの先輩であらせられる東堂静香さんを幼い頃から思ってらっしゃるのよ。そんなことは。静香先輩は東堂財閥の一人娘で、おまけに日本人初のミス・ディーン・オブ・フランス。ミス・フランス。おまけに現在ソルボンヌ大学に留学中。生まれた時から何もかも最高級の人。それが花沢さんの好きな人。あなたとじゃ天と地どころか月とすっぽんぽん。そんなこと。身の程を思い知るがいいわ。目障りだわ。
とっととこの学園から出ていくことね。分かってるわよ。そんなこと特に分かってるんだから、ほっといてよ。何ですって？お前らそこで何やってんだ？道明寺？いいえ、私たちはただ牧野さんに意見を。誰の許可をもらってそんなことするんだ？誰がこいつをいじめていいって言ったよ？いえ、私たちは。こいつをいじめていいのは俺だけだ。今後余計なことをしたらただじゃおかないぞ。いいな？道明寺。38度5分。はあ、この年になって知恵熱ってわけでもないのにね。久々の高熱だ。そりゃ鼻座悪いのことがショックだったのは確か。なんたって悪の花園に咲いた一輪のハスの花だったもんね。会えなく散っちゃったけど、それより気になるのが道明寺のわけのわからん行動。俺に黙ってこんなことするやつがいたら言えよ。どうしてよ。お前をいじめる特権は俺だけが持ってるからだ。他のやつはお前に関して何の権利もない。たとえ F4 の一員でもだ。まあ無茶苦茶な論法だけど、助かったのは事実よね。それにしても人を強姦させようとしたり、エステにぶっこんだり、何を考えているのやら。こんな時はせめてゆっくり休もうと思ったのに、和也くんまで。つくしちゃん、ねえ、よかったら僕ん家の別荘行かない？いい休養になるし、松林を歩きながら将来を語り合うなんてロマンチックでいいと思うんだけどな。ね、熱が下がったら行こうよ。何が悲しくて、今時熱海なの。あれ、お母さん、誰か来たみたい。ねえお母さん。あれ、いない。たくん、病人を放り出してパートもないわよね。私の学費のために働きに出るくらいなら英徳なんかに入れなきゃいいのに。はいはい、今開けます。なんだ、生きてんじゃねえか。道明寺。へえ、お前んちってほんとボンビーなんだな。押しかけてきて文句言わないでよ。うん、この部屋俺んちのトイレと大きさ同じだ。うるさい。病人にお茶まで入れさせて何言ってんのよ。なんだよ、元気そうじゃん。お前がくたばったって聞いたから大笑いしに来たのによ。あんたの顔見てると腹が立ってここでくたばってたまるかって思うだけよ。一体うちまで来て何しようっていうの？お前聞いてねえの？今度の休み学園の課外授業で希望者はワイハイ行くんだぜ。課外授業でハワイ？まあ、希望者だけだがな。費用50万。50万？まあ、この家を見た限りでははした金も出そうにないもんな。うん。久々のボンビーの家だな。私はハワイなんか行かないわよ。行かないじゃなくて貧乏で行けねえんだろ？しょうがねえな。俺が出してやるぜ。はぁ？50万俺が出してやるから、ありがたく思え。冗談じゃない！あんたに借りるくらいならさらき行くわよ。それにね、私は今度の休みは和也くんの別荘に行くの。何？あの成金息子の別荘だと？そうよ、熱海の和也くんの別荘。今やね、ハワイなんて中学生でも行かないわよ。今の高校生のトレンディーは熱海。熱海の海岸散歩して寛一お宮を語り合うのがトレンディーなの。わかる？私すっごいすごい楽しみにしてるの。なんたって大好きな和也くんと一緒なんだから絶対に楽しいわ。おまけにあんたの顔も見ないで済むんですからね。あー、せいせいする。熱海か、そうか。
わかった。帰るわ、俺。うん？妙に素直だ。嫌な予感がする。どう？熱海の海は。なんか久しぶりにのんびりしたな。来てよかった。考えてみれば英徳に入ってからずっと押し殺されたような感じで来たから、こんなに楽な気分すっかり忘れてた。よかった。つくしちゃん、本当はハワイに行きたかったんじゃないかななんて心配してたんだ。ハワイ？冗談じゃない。学生の身分で海外旅行に行こうなんて人格腐るわよ。それに今は熱海がおしゃれなの。熱海がトレンディーなのよ。熱海最高。熱海が一番よ。そうだ、今は熱海がトレンディーなのだ。なに？熱海にゲストハウス付きのクルーザーでやってくるなんざ、ボンビーな奴らには考えつかねえだろ。今や最上級のトレンドは熱海の海で船上パーティーだぜ。クルージングだぜ。今夜はクルーザーでパーティーだぜ。お前も招待してやるから、ありがたくやってこい。なんでこうなるの？なんで私はこんなに不幸なのよ。どうしてあんなアホな男に休みの日まで振り回されなきゃならないのよ。ちょっと牧野さん、お話があるの。顔貸していただける？岬の方まで。はあ、毎度のパターン。木野さん、あなたって本当にしつこい方ね。どっちが？どこまで FO の皆さんにまとわりつくつもり？あのね、逆なんだけど、まとわりつかれてるのは私の方。まあ、なんていけずうずうしいセリフ。貧乏人の分際でよくもそこまで思い上がれるわね。今日という今日は許しませんわ。ご存知？ここは熱海でも自殺の名所な。ここから落ちたら死体が上がることはめったにないそうよ。ちょっと待ってよ、私を殺そうっての？そんな物騒なことしませんわよ。私たちは楽しくおしゃべりをしていただけ。あなたは貧乏人の分際で上流に仲間ありできたと勘違い、はしゃぎすぎてドボン。そんなことしたら化けて出てやるから。そこが分かってないのよね。貧乏人が私たちを立たれると思ってるんだから。バカなこと言わないでよ。死後の世界に貧乏も金持ちもあるもんですか。ちょっとそんなに寄らないでよ。本当に落ちちゃうじゃない。いいのよ、遠慮なさらなくて。遠慮するか、こんな時に。存分に落ちておしまいなさい。ちょっといい加減にしろよ。花沢さん。花沢ルイ。ルイ、どうしたの？はっ、東堂静香まで。いえ、あの、私たちはただあんまり牧野さんが FO の皆さんを悩ませているので忠告して差し上げようと。忠告？何なのそれ。俺にはそうは見えなかったけどな。ルイ、何なのこれは。今日本ではこういう遊びが流行っているの？違うよ静香、こいつらのやってることは遊びなんかじゃない。もっとタチの悪いことだよ。そんな、花沢さん、私たちはただ牧野さんに身の程を。そういうの腹立つんだよ俺は。花沢さん、なんでこんな人かばうんです。まさか牧野さんを。え、牧野、歩けるか。いえ、その
ちょっとびっくりして。ほら、捕まれよ。え？何ぼーっとしてんの。手がかかるやつだな。よいしょっと。嘘、花沢さんが牧野さんを抱き上げた。あんた案外重いな。すみません。私歩きます。下ろして。歩けないくせに無理するなよ。だって重いでしょ。重いけど大丈夫だから。花沢類が私を抱き上げてる。背中に感じてる腕は細いけど確かに男の子のもの。やだ、私あんまり嬉しくて気が遠くなりそう。なんか諦められなくなっちゃう。どう？少しは落ち着かれた？お酒きつけに一口飲むといいわ。はい、ありがとうございます。あなたが司たちが噂していた牧野つくしさんだったの。そう、お目にかかれてよかったわ。噂？ええ、宗次郎や明までとても面白い方だって楽しそうに話していたわ。単に笑われていただけです。そんなことないわ。それに今日のルイ、他人のことであの子があんなに感情を出すの珍しいのよ。静香さんって F4 のこと詳しいんですね。そりゃ幼なじみだし、一人っ子の私にとってはみんな可愛い弟みたいなの。花沢さんもそうね、あの子はちょっぴり特別。特別って？弟じゃなくて、その、そうかもしれないし違うかもしれない。微妙なところね。それにルイはあなたを気に入っているのかもしれない。まさか。あら、自分に自信を持ちなさい。あなたは十分可愛いわ。そんなことありません顔に砂がついてる。拭いてあげるわ。ダメよ、女の子はいつも綺麗にしてなくちゃ。そうだ、今夜の司のパーティーいらっしゃるでしょ。ええ、そんなこととんでもないです。めっそうもない。いいじゃない、行きましょうよ。私が腕によりをかけて綺麗にしてあげるからドレスはこれがいいわね。こっちの方が似合うかしら。やっぱりハリエットセリングのソワレね。楽しい。司たちは男の子だから着飾れないんですものね。女の子は楽しいわ。おい、ルイ、静香がボンビー牧野を化けさせるって本当なのかよ。そうするって言ってた。牧野のやつ何考えてやがる。俺に言えばドレスくらいいくらでも取り寄せてやったんだ。それ本気で言ってんの？当たり前だろう。あいつに関する権限は全て俺にあるんだ。たとえ静香だってお前だってあいつに手出しするのは許さない。俺の許可がいるんだ。司、あの子が好きなんだ。冗談言うなよ。あいつが俺に惚れることになってんだ。司、お前って変なやつ。お前が言うか。お待たせ、ルイ、司、シンデレラの出来上がりよ。お招きどうも。お前本当に牧野か。どう、見違えたでしょ。ねえ牧野さん、分かったでしょ。女の子は鏡を覗いて魔法をかけることができるのよ、誰にだって。いえ、とても夢みたいで、こん
なに綺麗にお化粧してもらったのも初めてだし、こんな素敵なドレス着たのも初めてだし。さあ2人とも感想は？悪くないじゃん。うん、かわいい。ありがとう。さあ楽しんでいらっしゃい。かわいいって言ってくれた。優しく微笑んでくれた。今夜は一夜のシンデレラ。王子様はそばにいなくても夢だけは見られる。あの微笑みだけで夢だけは見られる。一晩限りの寂しいシンデレラ。パーティーを楽しんでいる皆様、ここでちょっとしたロマンティックなゲームをしたいと思います。昔からヨーロッパで行われる暗闇ドッキリキスタイム。1分間だけ船を真っ暗にします。誰とでもご自由にキスを楽しんでください。では消します。ヒーフーミやだ、冗談じゃないわよ。どさくさで大事なファーストキスを奪われてなるものですか。隠れなきゃ。はい。誰？私の肩を掴んだの。こっちだ。何？逃げないで。え？こっち向いて。動くな。唇に何か触れた。まさか今のがファーストキス？嘘。私誰と？はい、ライトをつけます。お相手を確認して。ひーふーみ。まぶしい。おお、俺が好きなら好きと言えばいいじゃないか。歯が折れるかと思ったぜ。あんただったの？私のファーストキス。私の。なんだよ、初めてだったのかよ。そうか、初めてが俺なんてありがたく思えよ。私の初めての大切な大切な、それをあんたみたいないい加減なクズみたいな男と。泣いてんのか。やらないで。マキノ。バチが当たった。綺麗なドレスを着て上流社会の一員になったつもりで浮かれて調子に乗って運不相応なことを分かっていたのに自分を止められなかった。よりによって大切なファーストキスを夢に見ていた大好きな人とのファーストキスがコッパみじん。所詮なり損ないのシンデレラ、夢だけ見ていた方がどんなに良かったか。今日キスぐらいで泣くやつがいるか。俺に聞くな。マキノって変な女な。生きがってるくせにキスぐらいでジタバタしちゃう。つかさマキノとキスしたの気になるか。別に俺には関係ないの。そうか、そうだったのか。なりきん息子、お前どっから湧いて出た。黙れ。つくしちゃんが泣きながら帰ってきたからきっとお前にいじめられたんだろうと思ったんだ。そうか、つくしちゃんはお前に純潔を奪われたんだ。純潔？バカ、キスぐらいでガタガタ抜かすな。キスはキスでもファーストキスだぞ。初めてだったんだぞ。大事なもんなんだぞ。一生のもんなんだぞ。お前かばってんの、それともダメ押ししてんの。黙れ。僕はつくしちゃんの仇を取るために来たんだ。
へえ、ナイト気取りで決闘か。よし、受けて立とうじゃねえか。ボクシングか、それともフェンシングか。いや、イカ釣り競争だ。イカ釣り？そうだ、うちの漁船でイカ釣り競争だ。たくさん取った方が勝ちだ。でも勝てないと思ったら逃げてもいいんだぜ。何？俺が逃げると思ってんのか。よし、バカめ、ガキの頃にアルプスの麓で鳴らしたフィッシングの腕前を見せる。パニックを起こして静香さんに借りたドレス返すのすっかり忘れてしまった。なんせ高そうなドレスだもんね。汚さないうちに返してしまわないと。ああ、私って不幸。嫌な思い出のあるクルーザーにまた来なくてはいけないなんて。早く返してとっとと帰ろう。リム、何か飲む？いらない。花沢さんと静香さんが二人きりで甲板に。どうしよう、どうしよう。このままじゃ立ち聞きになってしまうけど。ダメ、耳がダンボ。牧野さんが帰ってしまってがっかり？なんであいつにこだわるんだ。だってあの人のこと好きなんでしょ。静か、岬で彼女のこと助けて抱き上げたの見てちょっと焼けたわ。もう私一人のルイではないんだなって。どういうこと？お似合いだと思ったから。ルイ、なんで笑うの？だっておかしいじゃないか。静か、あいつだってそうだ。俺は弟みたいなものだって。だけど幼なじみ以上で恋人未満なんだろ。俺の気持ちを知っていて、知ってるくせにいつもそうやって優しそうに微笑んで逃げちまう。みんなをその気にさせといて傷つけて、アフターケアはないんだ。ルイ、私はそんなつもりは。俺と牧野つくしがお似合いだって本気でそう思ってんの？俺があいつとうまくいけばいいと思ってるわけ。誰だ？あ、ごめんなさい、立ち聞きするつもりはなくて、ただドレスを返しに来て。でも体が動かなくなっちゃって。牧野さん、この際だ、はっきり言っとくけど、俺が世界で一番大切だと思ってるの。言わないで。牧野、分かってるってば。いつか聴かせてもらったバイオリンの曲、あれを弾いてた花沢さん、ものすごく幸せそうだった。私、あんなに綺麗な曲聴いたことなかった。あの曲聴いてから花沢さんはきっとものすごく気持ちの優しい人なんだろうって思って。だからどんなにきついことを言われても気にならなかった。こんなに優しい花沢さんが世界で一番大切な人ならきっと素敵な人だろうって。その通りだったね、静香さん。牧野さん、だから夢なんか見ていないけど、お願い、嫌わないで。女ってめんどくせえな。なんで勝手に先回りして考えんだよ。嫌ってたら重いのに抱きかかえたりしねえよ。ルイ、みんな起きろ。道明寺、みんな起きてこい。俺の釣ったイカを食え。違うよ、僕が釣ったんだ。カズヤ君、つくしちゃん見て見て、こんなにイカ釣ったんだよ。
僕の勝ちだからね。僕はそういう細かいこと気にすんな。へーだ、そういうの負け犬の遠吠えって言うんだよ。かやらねえぞ、ダリキン息子。あー、ずるい。変なやつら。変じゃないぞ、そういうこと言うとな、イカやんねえかんな。いいから早く食わせろってば。よし、コック叩き起こしてソース作らせる。ソース？まったく、これだからボンボンってのは。イカは炭で焼いて醤油で食べるの。はい、和也くん準備して。ガッテン承知の助。ねえ、醤油つくしにする？それとも減塩？醤油に減塩ってメーカーあんのかよ。違うわよ、つかさ、お塩が控えめって意味。イエーイ、バーカバーカ。もう遊んでないで早く焼けよ。俺に命令するな。やけどしないでよ。あー、真っ黒こけだ。文句言うな、さっさと食え。あのまま花沢さんと静香さんと話していたらどうなっていたかわからなかった。少なくとも私の失恋は水際でストップしたのかもしれない。もしかしたら散りかけた思いを救ってくれたのは能天気な道明寺のイカクエだったのかもしれない。嫌なやつだけど、とんでもないやつだけど、今夜はひとまずお礼を言っておくね。道明寺、サッキュ。でもまた明日から手加減しないからね。今夜だけはありがとう。